背番号11、バンドリージです。背番号50、松井です。はい。そうなんですよね、こう何を話すっていうのも決まってないんですよね、松井さん。はい。普通に入ってじゃん、松井さん。何話そっかな。まあ部屋のあれやもんね、ペアって感じやもんね。だからまあ俺の部屋のペアは、俺と松井さん。これしか言わないもん、松井さん。バンさんだけ笑ってくれる。いや結構多分、まあ見てくれ、何人見てくれるのかも分からへんけど、俺ら最後みたいやから。鳥、まあ今年で言うと、まあ、松田聖子とマッチっていう感じやな。いや、そうっすな、マッチ。いや、クレイゼー振りがえぐいやん。そうやな。じゃあ、何話する。部屋の話っつってもな、まあもうずっと一緒にいるからな。そうっすね、うん、セレッソの時もな、一緒の部屋だな。そうっすね、うん、宮崎な、あの時宮崎だったな。その時私も、あれっすね、なんだっけ、あれ聞いてなかったっすね、オペラは。オペラここ最近の俺の流行りの、朝起きたらすぐオペラ。ルチアのパパロッティ。オーソレミーヨ。オーソレミーヨすぐ流すから、まず。オーソレミーヨ。あれ、ええねんな。別に何のあれはなかったんやけど、なんか映画見れたのよ。じゃあオペラが結構ええみたいな感じになって、じゃあ俺も聴いてみようっていう感じで始めたんやけど。どう？朝、オペラ聴くっていうのは。松井さん、途中ですか？言えないし、はい、しか。いや、ほんま、いや、やっぱ、おもろいな、お前。いや、ほんま。でも振りありきっすよね、これ。いや、まあまあ、いやいや、お前がおもろいからや。いやいや、もう、それ振りがいいんすよ。ほんま、まあ、始まって何分経ったんか知らんけど、大して話しないよ、ないよ。見てておもろいですよね。みんなどんな話してるんですか。みんなどんな話してる。こんな感じなんだ。部屋の話だったり。部屋の話。いや、まあ、もうオペラ流してるわけですよね。まあでもそうやな、バパロッティ。最近、まあ、俺は結構本読んでるね。お前は基本的に永遠になんか携帯いじって電池用なくならへんなと思うけどね、お前。現代っ子ですから。でまあ寝るんもな、普通に早いし、寝起きとオペラ聞いて練習して、それの繰り返し、昼寝して練習して。そやな、お前昼寝せえへんもん、あんまりな。まあ、俺は結構するけど、松井さんはせえへんもんね。それは何回でも面白いね。もうでもそろそろ来てきたな。ちょっと来ましたね、バートさん。バートです。ゆで卵。ほんまに食ってるからね、ゆで卵ね、あの人。いや、俺はさ毎日食ってるからね。朝ね、朝なんかある、そのまあ一緒に部屋になっておおみたいな目新しいものというか。まあオーソレミーヨじゃないですか。オーソレミーヨ。まずはせやな、大体もできましたよ。朝飯はバナナ、ヨーグルト、ゆで卵。せやな、あんま食わへんすね。あんま食わへんな、あんま食わへんな。こんな感じですか、松井さん。これも似てるか分からんからな。
松井のモノマネやってる、花輪のモノマネやってるケンヤやもんな。そうっすね。ねえ、ケンヤくん。あ、はい。僕です。大隅の方ね。いや、ルミコのやつがやるね。ルミコが言う発音ね、ケンヤくん。ケンヤくん。あれででもそうなったよな。いや、そうっす。あいつがテレビで、ケンヤくん、ケンヤくん言うから、うん、そっからっすよ、俺。もともとは、ケンヤって言われてた。ケンヤって言われてた。親はケンヤって言いますからね。うん。柴田さんもちゃん。おー、ケンヤーケンヤー怒られますよ、これ。ちょっと高いな。うん、いい人っすね。いや、いい人や。まあ、じゃあ、そんな感じで、これからよろしくお願いします。今年も応援よろしくお願いします。お願いします。